今日もラジオを見舞いするぞ。ゆっくり実況、始まるよ。って何ですか？やってまいりました。ガキンチョが夢中になったゲーム。キャラうるさい、ワランランドです。キャラうるさいのはあんたでしょ？そうとも言いますね。ってことで今回は個人的には挑戦企画。上手い人からすれば別になんてことない挑戦。初代ワランランドの裏ステージ。難易度が上がってる裏ステージをノーデスでクリアしましょう。できんの？あんた。なんとかなるんじゃないっすか？というわけでコマンド入力。したしたいしたしたしたー。うるさいなー。ワランよりもあんたが一番うるさい。そういうわけでタイトル画面の色が変わりました。裏ステージって何が違うのさ？難易度が上がってる。ってなわけで簡単にゲームの説明を。A ボタンでジャンプ。B ボタンで音波砲。この輪ってやつが音波砲なのね。そうですねー。そしてこのワラナイガーを取ると。キャに変わった。さっきの緑のやつを取ると音波砲がレベルアップ。攻撃の範囲と痺れ時間が長くなる。敵を倒すことはできないの？基本的にはできません。音波砲を当てて痺れさせるだけ。無駄な殺傷はしない。そんな優しいワラン君。敵を痺れさせると、踏み台にもできる。触っても大丈夫なんだね。痺れている間は大丈夫。そして2個目の緑のやつ。攻撃が強くなるんだね。しかし、こうなったらさようならです。単なるミスじゃないの？でもということにしといてください。後でまた似たようなシーンがありますが、その時もでもということでお願いします。その予告なんなのよ。そういうわけでここから頑張る。てかねえ。何ですか？裏ステージって、難しい。今さらなんなのさ。ほんと久しぶりにワランランドをやったんだけど、ちょっと頑張ればノーデスくらいいけるだろう、って思っちゃってさ。最近あんたの感覚がおかしくなってんじゃ？完全にバグってますね。まあとりあえず今回のプレイは、ノーデスを目指します。すでにさようならになってますけど？でもだけはノーカウントです。なんなのさそのマイルール。だって班長も言ってたもん。何の話？才の目が決まってなかったら、ノーカンだって言ってたもん。開示の話じゃないの。はいすいません。全然関係ない話をぶっ込みました。なんなのさ。そういうわけではランの攻撃もラーになってる。次で四つ目？四つ目は無敵状態。いきます。これはまたあんたが好きそうな BGM。好きですねー。あ、そういえば、分かれ道がいくつかあるんだけど、全部下を通ることにしましょう。どうして下なの？知識がクズだからです。は？とりあえず下で統一した。理由はそれだけ。それだけ？マジでそれだけ。だから、なぜそこでそっちに行くんじゃー？っていうツッコミを入れられても、私には答えられません。私は今回決めたのだ。何をですか？ノーデス目指して下を選ぶ。勝手に決めたのね。その通り。分岐をどう選んだらいいか、いつものように攻略サイト様で調べようと思ったんだけど。そしたら？分岐について誰も紹介してませんけど。ってなったわけね。ならば下だ。男は黙って下一本。まんじゅうでしょうよ。はいまんじゅうでした。そういうわけで頑張るぞー。あ、この敵。こんな感じで跳ねてくる。これがさっき言ってたデモですか？デモってことにしといてください。ここからは海王剣を使いっぱなし。の予定ね。はい予定です。頑張りますよー。てか表ステージと比べると、敵が多いねー。ほんと多いんですよー。ワラン君の攻撃側ってやつだと、マジで戦えん。せめて今のガーってやつ、このくらいはないと結構厳しい。妙に敵は落ちてくるし、ここまで何度さようならになったことか。そういえばボス戦の紹介をしてなかったね。そうだ忘れてた。このゲームの見せ場とも言えるボス戦。初代のボス戦は、神経衰弱もしくはしりとり。このどちらかでの戦い。そろそろボス戦かな？来ました来ました。何者かはわかりませんが、フルボッコにできるように頑張りましょう。また何かの前振りかな？で今回はしりとりかー。イラストに合うものを選んでいって、相手を手詰まりにするか、もしも自分が手詰まりになっても、一定以上のポイントを取っていればステージクリア。まずは、イだってさー。イ、ですか。イカですねー。相手はどれを選ぶのかなー。カメラだってさー。
なるほどなるほど。ラ、といえばあれでしょう。ラジオですか？ラジオでもいいし。実は左に落書きもある。どっちを選ぶかは自分次第。全部使い切れたらパーフェクト。いいことあるの？残機が7アップ。そういう特典付きなのね。だがしかし、ノーデスクリアを目指す私には関係ないこと。でも、やっぱり取りたいパーフェクト。結局取りたいんだね。できることなら取りたいです。なので選ぶイラストも慎重に。できるだけ繋がるように変なやつは選ばない。今度はうだってさ。ここは、牛か、浮き袋か。迷いますねー。ウリ坊もいますよ。あれはイノシシじゃないの？このアホな読み方がボス戦の醍醐味。裏読みっていうらしいんだけど。このしりとりのゲーム特有の必殺技みたいなもんだ。例えばどんなのがあるの？例えば真ん中あたりにある壺なんだけど。器、亀、焼き物、陶器。いろんな読み方がある。そんなのわからんでしょうよ。でもこれを知ってることがちょっとした優越感。そんなが近所の時の思い出でした。あんた、が近所の時にこの裏読みって覚えてたの？全部じゃないけど結構覚えてた。だから次からのボス戦は、裏読みでフルボッコだ。また出たフルボッコ。フルボッコにされるんじゃなくて？こんなしりとりの戦い、のんびりとダラダラ見せてなるものか。こんなのダラダラ見せられたらさ、飽きちゃうしょ。そりゃそうだ。ってことで今回のボス戦だけは、パーフェクトが取れるといいなぁ。取れるかなぁ？マリサ、次はボだってさぁ。任せとけ。望遠鏡です。そしたら相手は牛じゃね？牛。しゃもじ。十字架。かき氷。リス、スイカ。これはもしかして、パーフェクトなんでない？パーフェクトですねー。よかったよかった。これ、ちょっと選択肢を間違うと、なかなかパーフェクトを取らせてくれないから、序盤で見せれてよかった。この後からのしりとり戦は特殊な読み方でフルボッコにします。そうなるといいけどねー。ってことでやってやりました。お前はもう死んでいる。ここでケンシロウを出さなくてもいいんじゃ？笑い恐るべしって言ってるけど、そんなすごいことはしておりませんが、褒めてくれてるんだからいいじゃないの。そうですねー。ではでは、ご褒美をいただきましょうか。1人、2人、3人、4人、5人、6、7、7はランありがとうございます。そのカウントいらなかったでしょ？ぼったくられるかもしれないので、一応数えました。そんなことあるわけないでしょ。でここからが本番。緑のやつは取らないの？取ってもいいんだけど、無敵の後は攻撃が、は、ってやつに戻っちゃうから。個人的にはあまり無敵にはなりたくない。理想は今の、やー、が一番安心。ってうるさいなー。だって叫びゲーだろ、これは。何よ叫びゲーって。見ての通り、叫んで敵をしびれさせる。リアルに考えたらラーラーうるさいゲーム。また妄想。得意技は妄想です。あ、また分岐。決め打ちの下に行きましょう。真ん中あたりにピンクの滑り台が見える。あ、あれは個人的神ステージ。言っておけばよかった。って緑のやつを取るしかないか？どけどけー。ここはマリサ様の道だー。めっちゃ殺傷してませんか？気のせいです。吹き飛ばしてるだけです。ってことでそろそろボス戦。なんなら無敵状態のままこのコウモリ野郎を殺傷だ。とはならないでしょうよ。それが残念。次もしりとりかな？よっしゃ、勝ったぞー。って早すぎるでしょうよ。しりとりの時点で勝ったも同然。見てろ霊夢よ。信用ならんわねー。まずは挨拶代わりの。オットセイじゃなくて、お日様にしよう。太陽じゃないの？こういう読み方もあるんです。そうなんだねー。相手は松を選んできたよ。月か壺では当たり前すぎる。ちょっと考える。でも思いつかん。なんなのさ。とりあえず月で許してください。普通のしりとりじゃないの？いやいやここからだ。瞬間的に戦闘力を高めるぞ。相手は気球を選んできたよ。かかったなコウモリ野郎め。このマリサ様に対して、ウを選ばせるとは。また大げさな。そう思うだろ。大げさにも程がある。ここでイノシシの変化版、ウリ坊を選ぶのかと思いきや、浮き袋でもない。
海の未知数秒くらい。そんな読み方わかるはずないでしょうよ。これがワランランドのしりとりだ。ほら見ろ霊夢よ。相手が手詰まりになってる。私の勝ちだ。動画の尺問題も解決だ。そこですか？なんなら裏読みの方が需要あると思うしさ。確かにそうだ。ってことで次のステージ。どんなステージかな？てか攻撃がしょぼい。早く緑のやつが欲しい。あったねー。助かります。って魚が危ねえ。この穴は何？あ、ボーナスステージです。高橋名人の時と似たような感じですね。個人的こだわりとしては全ての敵を倒したい。取りこぼすだけでちょっとへこむ。気持ちはわからんでもない。なんとかパーフェクトだねー。このステージにはもう一つボーナスステージがある。そうなの？なぜかはわからないけど二つあるんだよな。ここここ、ほんとだ。パーフェクトいけるかな？頑張るんだぜー。この辺が危ない。危ねえ危ねえ。そしてカラフルコウモリ。逃がさどう。そんな熱くならなくてもいいんじゃ？ゴミなりに一生懸命なのです。さて戻って参りました。武器はガーガー。これなら少し安心。なんとかここまで一応ノーです。デモを除いてでしょ？デモはデモです。この裏ステージ、確かにアクション部分も結構難しくなってるんだけど、個人的一番の難関は、なんといっても神経衰弱。ボス戦のやつですか？そうそう。これは生まれ持ったもんだと思うんだけど、神経衰弱が世界一苦手。いつも戦闘力はゴって言ってるけどさ、神経衰弱の戦闘力はミジンコと同じ。だから戦闘力は測定不能。また大げさな。今回の撮影、一番苦労したのは神経衰弱だった。そんなに苦手なの？自慢じゃないが、神経衰弱でまともに誰かに勝ったことがない。何の自慢にもならんでしょうよ。私に負けたら人類最弱レベル。っていうくらい神経衰弱が苦手なんすよね。で、あれは何ですか？おそらくだけど、多分ワープ。ワープなんてあるの？進むワープと戻るワープがあるらしいんだけど、どこにどんなワープがあるのかマジでよくわからんから、今回はワープと思われるものは全部無視して進みます。お？変わったステージだねー。ここはワラン君の、殺生モードでぶっ飛んでいきましょう。殺生してるんじゃないの？今までの設定は忘れてください。なんなのよ。ってことでまたまたボス戦。ボス戦も負けるわけにはいかん。神経衰弱か？しりとりか？どっちかなぁ。よっしゃ、勝ったぞー。またですか？私のしりとりスキルを侮るなよ。しゃもじだってさぁ。十字架は普通すぎる。確かラジオは受信機としても読めたはず。まあいい。今回は十字架にしておいてやろう。やけに強気じゃないの。だってしりとりは負ける気がしないんだもん。今度はかき氷だよ。リスは選びたくない。浮き輪はリングって読めないかな。さすがに無理でしょうよ。今回は思いつかんぞ。大丈夫なんですか？ここは打倒に行くしかないか。仕方ないからリスで妥協だ。あとは相手の隙を伺う。相手は何を選ぶのかな？スイカだってさ、これに対してどうするのかな？カメラなんてものは当たり前。あれ？目から始まるものがない。ならば奥義炸裂。カメラー。だからそんなのわからないでしょう。初見じゃ無理なやつ。でもここにが近所の夢が結構詰まっている作品。ほら見ろ霊夢よ。目で始まるものがない。偉そうに言えるものでもないと思うけど。このボス戦の時短プリったら半端じゃないぞ。でも神経衰弱が苦手なんでしょ？ミジンコレベルだ。なんならミジンコに失礼。まあそれくらい苦手だってことだ。そしてここのステージはどんな感じ？見た目通り足場が少ないから、マジで油断できん。そしてマリオで言うならこの空飛ぶクククククみたいなやつ。こいつがアホほど湧いてくるから油断するとさようなら。そんなステージだな。裏ステージじゃなかったらそんな難しくないんでしょ？マリオ2とか高橋名人のことを考えたら、なんというプレイヤーに優しいゲームだ。そう思えるレベル。そんなに違うんだねー。そうは言ってもだぞ。のですわむずい。それはあんたが勝手にやってんでしょうよ。紛れもない事実。私が勝手にやっております。ってことで、次はタツノオトシゴさんか？今度もしりとりかなー？しりとりがいいなー。勘弁してくれー。
神経衰弱だねー。頑張らねば。あそこに落書きか。ここにクマ。実はこの神経衰弱、配列のパターンに規則性がある。おお、これは良かった。規則性？猫がクロスだったから、おそらくここも同じパターン。ほらほら。これ、神経衰弱って言うんですか？パターンがわからないと私はマジで勝てん。ネズミはどこかな？かき氷だったか。そっか、神経衰弱が5レベルでも、配列パターンに気づけば勝てるんだね。そういうことです。てか私の場合は、配列パターンに気づけないと 100% 負ける。てかネズミはわかるでしょ？左だったかな？おお、奇跡だ。奇跡じゃないでしょ？いやほんと、マジで記憶力が5レベル。ここの神経衰弱で何度もさようならになった。そんなにですか？だってゴミなんだもん。神経衰弱はマジでミジンコレベル。もう最初の方で出たカードなんて、一つもわからん。でも当たったよ。パターンの読みが当たっただけ。そうするとここも同じ。ここからはわかるの？一つもわかりません。ウサギさんですか？ここかな？違ったねー。神経衰弱が強い人の気が知れん。どうやったら強くなれるのか。覚えていられないの？全然覚えてられないんだよな。取られちゃったよ。ってことはその隣も同じパターンですね。ってならないとあんたは勝てないわけか。私にとってはこの神経衰弱、もはやパターンゲー。何さパターンゲーって。パターンを掴んだ者が勝利する。規則性を見出した者が勝ち。もはや神経衰弱じゃないでしょ。覚えてられないんだからしょうがない。上下左右の規則性を見つけたもん勝ち。あ、ワランが出たよ。ワラン、どこだったかな？まずはリンゴはパターンで OK。よしよし。ってなるとウサギのやつも取れるんじゃね？このクマは右上なはず。よしよしこの調子。今回は勝てそうかな？勝ちは確定なんだけど、こっからのボス戦、神経衰弱が本当に怖い。マジで神経が衰弱する。ノーデスクリアなんて言うんじゃなかった。それはあんたが悪いんでしょうよ。裏ステージだと、アクションが意外と難しい。だけどそれはまだ許せる。気合でなんとかなるからねー。だけど神経衰弱は、私にとってはほとんど運ゲー。運ゲーですか？マジで運ゲーです。もしこの神経衰弱がガチの神経衰弱だったら、一生クリアできん。どんだけ苦手なのさ。こんなに神経衰弱を連呼するアホいるか？いないねー。それぐらい苦手だってことだ。十分理解した。てここの BGM はコミカルだねー。ついついノリノリになってしまう。しかし油断はできん。なんたって裏ステージだ。BGM に騙されたら速攻でさようならになる。裏ステージの難易度はどれくらい？また難しい質問だな霊夢よ。大体でいいんだけどさ。そうだな。マリオ2で言うとしたら、ワールドを超えたあたり。わかりにくいわねー。とにかくだ。ノーコンでクリアするだけでも地味に結構難しい。見た目以上には難しいってことね。それだけで十分です。てか本当だったらさ、この辺でいろんなお助けアイテムがもらえるんだけど。そうなの？敵を痺れさせるんじゃなくて、ちゃんと退治できる武器とか。あと、ワラン君が自らプロペラになって、空を飛べるアイテムとか。空も飛べるの？飛び方はかなりカオスですけどねー。でもそういうお助けアイテムは裏ステージだともらえない。お助けアイテムがあるとだいぶん違うの？アホほど変わる。あるのとないのとでは天国と地獄。それぐらい違うと個人的には思ってる。普通のステージはクリアしてみたの？してみたからこそ痛感した。まさかこんなに違うとは。だがしかし、何が何でもクリアする。始まった。あんたのわけのわからん意地。意地だけでここまで来たようなもんですよ。そしてここから神 BGM。この切なそうな BGM、あんたの好きそうなやつだねー。1時間は聞いてられる。また大げさな。てか今回はワランランドだよね。誰がどう見たってワランランドだろ。またラジオなんじゃないですか？何？いつもラジオだろう。その切れ方もおかしいでしょ。だってさ、実況っていう実況もそんなしてないし、ほとんど雑談だろ。確かにそうだ。
だからこれは、ワランラジオだ。ワランラジオ？なんかうまいこと言ったような感じだけ出してるけど、要はワランランドが流れているラジオってことでしょ？否定できませんね。でも動画は楽しくお伝えする。何が何でもだ。最近視聴者さんから、時間を忘れて動画を見てた。夜寝る時のお供にしてるよ。って言ってくれる方が増えてる感じするもねー。もうね、嬉しくて泣ける。このラジオっぽさがいいのかもしれないねー。そうだなー。レトロゲー、ゆっくり子守歌チャンネル。また適当なことを。そんな感じでやっております。どんな感じさ。そして神 BGM はまだまだ続く。もしここでさようならになったら、さすがに私もでもっていう言い訳はできん。そりゃそうだ。実は結構緊張感がやべえ。伝わってきませんけど？それはワランくんが可愛いからだ。BGM も神だからだ。まあ確かに。キャラだけ見てると難しそうに見えないもねー。でもこのキャラクター性があったから、このゲームはヒットした。でまたボス戦だよ。なんとかしりとりでお願いします。どっちかな？やめてください。やるしかないよマリサー。もうすでに神経は衰弱だ。しかし負けるわけにはいかん。まずはトマト。あそこにはランくん。今回のパターンはどんな感じかな？あんたにとってはそれが勝負だもんねー。ここにかき氷か。まぐれあたりはあるかな？ここはトマト。あれ？トマトってさっき出てたよね？そうだっけ？あ、ほんとだ。早速一つ取られちゃった。大丈夫かねー？全然大丈夫じゃありません。てかねー。もはや今まで出たカード、ほとんど覚えてない。もう忘れたの？忘れてます。こりゃ困ったぞ。でもトマトがこのパターンなら、もう片方も同じパターンなはず。このネズミはおそらく右上の角。よっしゃー。って言ってるけど、右上のネズミは一回めくられてたでしょうよ。そうでしたっけ？これもさっきめくったでしょ？おそらくこのパターン。いよいよ卓球界まで進出してきたんですか？何のことですか？ってことで猫もパターンでいただきます。さてさてここからよ。片方のパターンがわかればいいんだけどねー。パターンゲーだからな。神経衰弱なのに運任せ。あんた、アホですか？アホって言うな。だって神経衰弱を運ゲーって言う人聞いたことない。確かにそうですねー。インクにウサギ。ちゃんと覚えた？もうほとんど忘れてます。そしてダチョウ。やばい。すでに頭の中はパニックです。せめてリンゴとダチョウだけは覚えておかないと。リンゴとダチョウなら答えられる。当たり前でしょ。おうおう。さすがにこれは覚えてる。これを忘れてたらオワコンでしょうよ。ってことはだぞ。リンゴの隣も同じ法則かな？法則ゲーに助けられた。よしよし。ここからはどうするの？マジでわからん。どうしよう。とりあえずここかな？さっきめくってるでしょよ。そうでしたっけ？めくったやつだって相手も言ってるよ。ダチョウはどこかな？わかるわけないんだから諦めなさいよ。諦められるか。うるさいけど当たった。これは奇跡だ。まさにキンキンに冷えたビール。それぐらいありがたい。キンキンねー。いつものパターンでインクもゲットだねー。ここまで来たら勝利は確定。パーフェクトが取れなかったのは悔しいけど、そんなのは鼻っから狙ってない。神経衰弱はとにかく勝つことが目標なんだもねー。その通り。さてさてこの落書き、全体の配置を見る感じでは、左端の上か下、そんな気がする。ここは自分を信じて。ドラー。おうおう。完全に運任せ。そりゃ敵もびっくりするわー。ってことは落書きの上も左右対称かな？あれ？どうして落書きの上を選ばないのさ。なぜそこをめくったんですか？いや、完全にパターンのことを忘れてました。そしてクマが出てきてマジでパニック。あと3秒ですけど？どうしよう。困った。あ、時間切れ。何してんのよ。ふざけてるように見えるだろ？どう見てもふざけてるじゃないの。違うんだってば。これでもマジでやっている。真剣にやった結果が時間切れですか？はいそうです。
文字通り、神経が衰弱しております。よくこのゲームをやろうと思ったわねー。だってゲーム自体は好きなんだもん。で、ここは変わったステージだねー。雲に乗って上に上がっていくんだけど、間違った雲に乗るとさようならになるから、ちょっと覚えてないとダメなやつですねー。間違った雲に乗ると次の足場がなくなるってこと？そうそうそういう感じ。なのでここは暗記ゲー。運ゲーだったりパターンゲーだったり、いろいろ出てくるねー。個人的にこのワランシリーズは、マジで神ゲーだと思ってる。キャラクターといいゲーム性といい、難易度もいろんな層に合わせて楽しめるから、マジでおすすめのゲームだなあんた、バンダイナムコさんから何かもらってるんですか？もらえるわけないだろう。そんなことは夢の話。って言ってたら一番上まで到着だ。なんだかんだで一応ノーデスで来れてるんだねー。マジでギリギリですけどねー。でもなんで今回はノーデスにこだわったの？お答えしましょう。さようならのシーンをたくさん入れると、編集がアホほど長くなる。理由は以上です。編集時間がアホほど長くなるくらいなら、ゲームプレイで地獄を見て時間を短縮しようと、そういうことですか？そういうことです。そしていよいよラストステージ、神 BGM。たどう？また BGM ですか？やはり BGM に酔いしれる。レトロゲーあるあるだろ？確かにねー。てかここまで来たらなおさらミスれないねー。正直言うと手汗がやばい。上から落ちてくるちっちゃい岩が、なんともまあ恐ろしい。あいつのせいで何度さようならになったことか。なので細心の注意を払っていきましょう。この謎の虫もしびれさせる。そして緑のやつはスルー。無敵にはならないんだねー。ここから虫ラッシュ。虫を足場にしてうまいこと進む。ほんと虫ばっかりだねー。よしよしこの調子。そしてここを上がったら、高橋名人をなんとなく思い出しちゃう空中戦。雲のやつだね。でも落ち着いていけば大丈夫。丁寧に進んでいきましょう。ここで待つ。よし行くぞ。難しそうには見えないねー。ここの雲は全然簡単だ。でもこの後は少しだけ注意。この虫と黒い塊は悪意を感じる。人目につけたねー。だが覚えていれば大丈夫。問題はこの次よ。このジャンプ台みたいなやつ、空中でも黒い塊が襲ってくるから、うまいこと避けないと速攻でさようなら。なんとか乗り切ったかな？個人的には結構やり直したところだった。結構長いステージだねー。まあ最終ステージですからねー。まだまだ続く最終ステージ。まずは黒い塊のやつを華麗に避けていく。ここからは虫と岩のコラボ。岩はできるだけ痺れさせて進む。岩を痺れさせて足場として利用する。珍しく解説っぽい。こう見えても地獄を見てますからね。世界一苦手な解説っぽいこともたまにはしておかないと。おっと危ねえ。完全に油断してた。岩がゴロゴロ転がって落ちてくるから危ねえぞ。この調子でいけるかな？めっちゃ緊張してますが、ここで敵キャラの出現は終わり。あとは落ちてさようならにならないように気をつければ。もしかしてラスボス？そうです。ラスボスはもう目の前に来ています。敵はドクターデビル。こやつとの戦いは神経衰弱としりとりのダブルヘッダー。いよいよだー。だがしかし、得意のしりとり戦は瞬殺技が使えない。どういうこと？後で説明するとしましょう。これがラスボスね。ワラン界隈のラオウみたいなもんですね。ワランを倒すためにわざわざしりとりの特訓をしてきたんだってさ。それは大変なご苦労をされたようで。でもしりとりなんてどうでもいい。私は神経衰弱が心配だ。最初はしりとりからなの？いや、最初は神経衰弱からだ。絶対負けねえからな。とは言ってもだよ。言いたいことはわかります。ミジンコだって言うんでしょ？そうだねー。ミジンコだけど海王拳だー。ミジンコが海王拳使ってもたかが知れてるんじゃ？ナイスご指摘霊夢さん。そうなんですよ。マジでたかが知れてるレベルなので、やはり半分くらいは運ゲーなのです。あれ？かき氷が出ちゃったよ。そういえばさっき出てましたねー。でも私は覚えていない。忘れすぎでしょうよ。ああ困った。早速1ポイント取られちゃった。あんた負けたらどうすんの？そんなの迷わずリセットだ。
何度も言うけど、あんたはアホですか？アホって言うな。私はお兄様お姉様たちの夢を乗せているのだ。ここで負けました。なんで言ってられるか。出たー、いつもの生産性のないこだわりー。だから私はここで負けるわけにはいかんのだ。ってことで頑張るぞ。まずはトマト。トマトだと？どこかにあった。間違ったらミジンコだよ。ここだったかな。おお、奇跡の正解。いやマジで、当たると思わなかった。さて次はどこにしよう。猫ですか？猫はさっき出てたでしょ。え？マジですか？全然覚えていませんが。やっぱりミジンコレベル。敵はあたかもわかっているようなセリフ。間違ったら取られちゃう。あんた、アホですか？相手は間抜けだと言ってるぞ。そういう問題じゃなくてさ、とにかくその記憶力をなんとかしなさいよ。これだけはどうにもならんのだ。だからパターンを読む。さっきも言ったけどこれはパターンゲーだ。規則を見出した者が勝つ。勝算はありそうなの？上と下のところはなんとなく取れそうじゃね？確かに取れそうだ。リンゴは取られちゃったけど、これでまた一つヒントになった。この落書きは多分左のところじゃない？左から2番目のとこだと思うんだけどな。左のあそこにスイカだってさ。よい。それじゃあまずは落書きを取りましょう。予想通りですね。忘れろ忘れろって言ってるよ。忘れるわけないだろう。パターンだけでやってるくせに。はい、その通りです。規則性がわからないとマジで勝てる気がしません。ってなんで止まってんの？どこを選ぼうか超絶に迷ってる。最終戦となるとパターンも複雑になってるから、なおさら頭が混乱。じゃあとりあえずここを。砂時計だってさ。リンゴがヒントかな。さあ、また卓球ネタですか？これは助かった。ここから見える規則性、多分だけど今のところは全て外枠だけで絵柄が並んでる。ってことは左隅の2枚と右隅の2枚、これがどう組み合わさるのか。でさっきめくってるやつ。そうだった。どこにしよう。右の2枚か左上の角か。うわぁ、たぁ、どれうるさいなぁ。知ってたか霊夢よ。何を？うるさいって言った方がうるさいんだぞー。ガキンチョの時に言ってた理屈じゃないの。だから私はうるさくないんだぜー。うるさいのは霊夢なんだぜー。いいから黙って頑張りなさいよ。また怒られちゃった。怒られちゃったので頑張ります。ちゃんと覚えなさいよあんたー。オッケーオッケー、信用ならんわねー。そしてこのクマ、当たる確率は7分の1。おーおー、ここで約 14% を引く強運。これはでかいねー。ってことはクマと左右対称に選べばいいのかな。これが取れたら勝利確定。どうかな。助かったんだぜー。よかったねーマリサ。マジで負けるかと思った。あとは4枚、どれを選べばいいかなー。ここまで来たら迷ってもしょうがないでしょうよ。そうですねー。じゃあ右のところを選んでみましょう。ウサギだねー。あとはウサギのカードがどれなのか。敵のセリフからするとまだウサギは出ていないようだ。早く選びなさいよー。ああ困った。早く。ではでは右のカードを選ぼうと思ったら時間切れと言われてしまいました。何してんのよー。あんたさっきも同じことしてたじゃないの。またミジンコっぷりが出てしまいました。でもとりあえず鬼門の神経衰弱はクリア。続いてしりとり戦。ここでゲストの方をお呼びしております。またあの人ですか？キメイマルさんどうぞ。いつも言ってますけどね、呼ぶのが遅いんですよ。最初から出演させてくれてもいいじゃないですか。それはちょっと疲れるから。まあいいでしょう。とりあえずここを実況すれと、そういうことでいいですね。お願いねキメイマル。はいはい。まずこのしりとりの最終戦ですが、かなりな長期戦になります。裏読みってやつは使えないの？使えるには使えるんですが、左のメーターがボーダーラインを超えてからじゃないと、相手は負けを認めてくれません。負けを認めないってどういうこと？しりとりの勝負、最初から仕切り直しになります。そうそう、だから裏読みを使うのは仕留めるためじゃなくて自分を守るために使う。裏読みを使わないとこちらが手詰まりになることもあります。裏読みを知らないとほんとさようならになるんだよな。そしたらとりあえずはボーダーラインのところまで続けないといけないんだね。そうですね、自分が負けないようにするのも大切ですが、相手を早々に仕留めてしまわないようにしなければなりません。おや、これはどうした？毛で始まるものが思いつきません。毛？
言われてみたらないような気がするね。マジかよー。小屋やべえぞ。これは普通に読んでもダメなやつですね。なんとか裏読みで突破口を見つけないと。さあどうでしょうか。ケムクジャラで羊。それはさすがにダメでしょ。これはやばいぞ。マジで思いつかないんだぜ。このまま終わってしまうのか。ノーデスにこだわってきたが整ったぞー。ケイドだー。おっとここでファインプレーだー。それに対してドクターデビルはバから始まるものを選べるのか。やはりない。他のボス戦ならこれで勝利になるのですが、先ほども説明していた通り、やり直しね。そうです。こんな少ないポイントではわしは負けを認めんぞ。っていうことでやり直しになります。これはほんと長期戦になるねー。ここまで来たらマジで負けたくないしな。相手は浮き袋を選択。そしてマリサさんはロケット。全く迷う様子がない。そして相手はトから始まる図柄。やはり東大。これに対してマリサさんはイカですねー。やはり迷う様子はない。倍速でいっちゃいますか。そうですねー。いいところまでさらっと流していきましょう。ラジオオットセイ、イノシシ、シロ、ロウソク、クマ、マイク、靴、月、地球、牛、しゃもじ、十字架、貝、インク、靴下、太陽、馬、まな板、タヌキ、キツネ、ネズミ、ミルク、クジラ、落書き、キノコ。おっとおお、ここで倍速解除だぞ。何があるんだ。きっと何かのハズミングに違いない。ここで相手が羊を選択。ここで字から始まるものを選べばいいんですが、思考が停止しました。字から始まるものが思いつきません。今カーソルで選んでるのは自動車じゃないの。おっしゃる通りなんですが、思考が停止したのでそこに気づいておりません。なんとか裏読みでここを乗り越えなければ。そう考えながらメダパニ状態になっております。これは危ないぞ。自動車以外に何かあるのか。自動車に気づいていないのは致命的。さあどうする。ガキンチョパワーをフルで引き出して考えてる。まさかここで終わらないよね。ガキンチョ戦闘力を上げなければ。海王拳サンドイラー。整ったぞ。ここでまさかの住宅。これは危なかった。さっさと自動車に気づけばよかったんですが、結局海王拳を使って住宅で回避した。ここからは大丈夫か。海王拳を3倍まで上げての勝負。ここに来て、から始まるものも思いつかない。ゴリラをマンドリルって読めなかったかな。残念ながらそれは無理ですね。おや、ここでマスに気づいたようだ。ちなみにですが、ゴリラの裏読みはマウンテンゴリラ。先ほど選ぶのはから始まるものでしたから、ゴリラを選んでも正解だったということになります。いろんな読み方があるんだね。かなり変則な読み方ですけどね。ふうふう、心臓に悪いぜー。ここで相手からはウサギコール。ここは余裕のギター。そういえば時間が回復しないねー。この天下一武道会の決勝戦。天下一武道会、正解のパネルを選んでも残り時間は回復しません。普段のボス戦では正解パネルを選ぶたびに回復するんですが、決勝戦だけは別です。ボーダーラインまではあと3つ程度ですが、残り時間のことを考えるとここからは一切の迷いは許されないですねー。残りパネルもだいぶん少なくなってきてるし、いけるんじゃない。ここで相手から猫コール。海王拳4倍だー。おっとここで海王拳4倍まで上げてきたぞー。しりとりで海王拳って意味あるんですか。意味があるかどうかはわかりません。とにかく海王拳を使わないといけないくらいギリギリだということなんでしょう。ちょっとそろそろセンズが欲しい。なんだかんだでこのはランランド。でもという意味のわからないミスはあったとはいえ、一応ノーデスっぽいことをやってくるのに、ここまで結構なやり直しを繰り返している。相当体力と精神力を消耗しているはずだぞ。意味不明にノーデスとか言うからでしょうよ。全くその通り。戦闘力はゴミのくせに、海王拳を使って戦闘力をごまかそうとする。その代償が単なる疲弊。工場くらい。ここで工場コール。全然かっこよくないんですけど。決まれ。じゃあこらー。ここでうから始まるものが見当たらない。勝負あったようだ。やっと終わったんですか。ふうふう、いつも通り厳しい戦いだった。勝手に厳しくしたのはあんたでしょうよ。ほんとそうでした。とりあえずクリアできてよかったですね。今回は初代のはランランドだったけど、続編とかやるつもりなの。どうしようかなって思ってる。多分アクションパートは大丈夫。あんたの問題はボス戦だもんね。今手元には続編がないからいまいち思い出せないけど、神経衰弱は続編にもあっただろ。あるんじゃないの。次はノーデスなんてアホみたいなことはやらないけど、もしもリクエストが多い感じだったらやってみようかなって思ってる。そしたら視聴者さんからのコメント欄を見ながら決めていこう。そうしましょう。
それでは私はこの辺で失礼しますよ。ありがとねえ、キメイマル。サンキューなんだぜ。いいってことですよ。またあっさりいなくなった。ここからはエンディングだな。いろんな敵が落ちてきてるねえ。こうやって見ると、なんとも味のあるキャラが多いように感じるなぁ。中毒性は高いよねえ。どこまで続編が出てるのか。ワランランドの情報弱者だから今はわからんで喋ってる。でも好きなんでしょ？個人的には好きなシリーズ。だったらさぁ、ちゃんと神経衰弱の練習しときなさいよ。霊夢よ。なんですか？神経衰弱の練習って何をしたらいいんすか？そう言われるとわからないねえ。じゃあ練習は諦めます。神経衰弱の練習よりもゲームの練習した方がいいねえ。そうします。てかいろんなボスキャラも落ちてきてるよ。今回の動画では戦ってないやつがたくさんいるなぁ。そうだねえ。本当は全部のボスキャラと戦えれば一番良かったのかもしれないけど、まあそれは動画の尺問題もあるし、戦闘力のゴミ問題もあるからなぁ。そうだねえ。ってことで、ここから泣けるようなエンディングの BGM。いい感じだねえ。ストーリー的にはありがちな感じだとは思うんだけど、キャラと BGM がすごくマッチしてる。そうだねえ。ちなみになんだけど、このワランランドシリーズ、海外では発売されなかったみたいだねえ。なんでだ？なんとなくヒットしそうな感じはするんだけどなぁ。ウィキさんからの情報なんだけど、何やら、しりとりを海外向けに作るのが難しかったからみたいだよ。しりとりか。確かにそれは難しそうだ。では私からも一つだけ小ネタを。何ですか？知っている人は知っている話だと思うんだけど、普通の表ステージと裏ステージのエンディングは、実はちょっと違う。どう違うんですか？表ステージのエンディングでは、最後にスタックロールが流れるんだけど、裏ステージをクリアした時のエンディングでは、登場したキャラの名前が紹介される。へぇー。そうだったんだねー。そういう私も、今回初めて裏ステージをクリアしてみて、知ったことなんですけどねー。ほんとあんたの知識は当てにならんもねー。なんだかんだで実況動画をアップしてから約4ヶ月。動画自体はなんとか頑張って作っていけるけど、やはり知識はみじんこレベル。あんたの知識はガキンチョの時のまんまだもねー。ゲームのスキルも知識もガキンチョの時のまま。だいたい中学生くらいで時間が止まっております。そこからはあんまりレトロゲームってしなかったの？本当にたまにだけど、突然思い出したように、何年かに一回くらいはどこからか引っ張り出してやってた記憶はあるけどさ。でも新しいソフトとかは全然買ってなかったし、持ってるものの中で楽しむ程度だったから、新規の知識は全く入ってこなかったんだよ。そういうことなんだねー。こうやって実況してるとさ、いろいろ詳しいもんだと思われることってあるじゃない？たくさんありますねー。っていうか、私以外の実況者さんは、みんな詳しいと思うけどなー。でも私は本当にマジで知らん。笑えるくらい知らないもんね、あんた。そうなんよ。マジで知らないものを背伸びしたってしょうがない。だから私はこれからも知らないもんは知らない。でも知らないなりにプレイをしていくし、知らないなりに調べていく。等身大ってやつですか？そうだなぁ。スーパープレイはマジで期待すんな。だけど編集で頑張るぞ。そして、知らないからこそ伝えれる感動を、ゴミ戦闘力だから伝えれるエピソードを、これからも頑張って伝え続けようと思うんだぜ。なんかさぁ、どうした霊夢よ。あんたが真面目な話するのって、今までなかったでしょ？こういう話はいつも霊夢がやってたなぁ。だからなんか違和感を感じるんだよねー。動画の中ではマリサがボケ役、霊夢がツッコミ担当、そしてキメイマルが謎のデシャバリ役、そんな感じでやってきたけど、私たちのキャラも浸透してきた感じがするねー。ほんとそれは視聴者さんのコメントを見ていると、しみじみ感じさせられるんだぜー。マリサのシャウトが好きです。ゆっくりたちの掛け合いが癖になりますな。そんな感じのコメントもたくさんもらえてるもねー。本当にいつも見てくれてる視聴者さんにはありがとうだぜ。そんな感じで、これからもレトロゲームを通じて、いろんな思い出やエピソードをお伝えしていければ、
そして皆様の頑張る活力に少しでもなってもらえれば。そう思いながらうぷ主は動画を作っているようです。だから他の実況者さんとはちょっとだけ立ち位置が違う。そんな変わったレトロゲーの実況チャンネルではありますが、これからも皆様に愛されるようなチャンネルを、皆様に喜んでもらえるような動画を、できるだけせこせこと作っていきたいと思っております。ですので、ちょっと応援してやんよ。そう思っていただけた方、また今後とも末永くお付き合いいただければ幸いです。最近、コメント返しが本当に追いついてなくて、視聴者さん全員にお返しができてないことが本当多いんだけど、すべてのコメントは、隅から隅まで全部見てるし、本当に皆さんのコメントで笑わせてもらったり、いろいろ動画の活力になっています。ですのでこれからもちょっとしたコメントやリクエスト、本当に楽しみに待ってるし、コメントで返せない分は、お気に入りのハートマークで感謝の気持ちを伝えていくんだぜ。そういうわけで、エンディングのキャラ紹介もいろいろ流れておりますが、ここからはエンディングの BGM を存分に堪能してもらえればと思います。懐かしのワランランドはいかがだったでしょうか。ここまで見ていただき本当にありがとうございました。皆様からのコメントやリクエストなども楽しみにお待ちしておりますよ。最後まで見てくれてありがとうなんだぜ。まだまだ動画をアップしますので、チャンネル登録してもらえると心の底から喜びます。レトロゲームは夢がありますからね。それじゃあ、またねー。